ああ、この入賞口に入ると昇級が得られるのね。こんな単純なゲームが楽しいのか？フレッド、食べ物買ってきたわよって、あれ？いない。俺の名前はフレッド。俺のメインタスクは便利屋の監視だ。だけどいい加減退屈だから、今日はフラッとパチンコというゲームができるお店に立ち寄ってみた。行け行け。最初は半分バカにしていた俺だけど、いつの間にか夢中になっていた。これは来るぞ。来るのか。行け、そのまま行け、押し込め、行け。またダメか。この国はギャンブルについての規制が厳しいようだけど、パチンコは特別法で合法とされ、最もポピュラーな公営ギャンブルの一つとなっているようだ。残念だったね。はあ？あの演出でもたまに外すことがあんだぜ。かなり期待値は高いけどな。ま、回してりゃいつか当たるさ。頑張ろうぜ。余計なお世話だよ。っていうか誰だよあんた。遊戯性にはかなり惹かれるものがあるけど、この国の文化なのか、隣のおじさんがいちいち話しかけてくるのが鬱陶しかった。パチンコを打ち始めてから結構時間が経ったと思うけど、俺はすでに8万円も支払っていた。だけどいくらお金をつぎ込んでも未だに当たりは出ない。おかしいな。大当たりの確率は300分の1らしいんだけど、つまり300回回して1回当たる確率は 63.3% だろ。回数を重ねるごとに確率は上がって、500回転で 81.2%、 700回で 90.3%、 100% にはなることはないけど、だいたい1400回転で当たる確率は 99% を超えるはずだ。なのに1600回転して未だ当たりはゼロ。ねえ店長さん、これさすがにおかしくない？はい。それで俺はちょうど後ろを通りかかった店長にクレームをつけることにしたんだ。一回も当たらないんだけど、もしかしてこれぼったくり？物騒なことを言わないでくださいよお客さん。困ったな。自分が負けてるからって八つ当たりは良くないぜ小僧。お客さん、パチンコは初めてのようですね。完全確率って知ってるかな？完全確率、袋を想像してごらんなさい。その袋には300個の玉が入っていて、その中の一つだけが当たりだ。1個取り出して、その状態でまた1個取り出す。このやり方なら300回引けば確実に当たりが出ますが、完全確率のパチンコは違う。一度の抽選の度に出てきた玉を再び袋に戻すのが完全確率なんです。つまり何回引いても1回1回の当たる確率は300分の1。だから単純な確率論ではパチンコは語れないんでございます。そんなこと言い出したら何でもありじゃないか。それに何より、周りを見てごらんなさい。たくさん出てる人がいるじゃないですか。おい小僧、まだまだだな。パチンコの収支は期待値に依存するんだぜ。確かに俺の周りに座っている人たちはどっさりと出玉を積んでいる。最近じゃいちいち出玉を積むところは少なくなったが、うちは昔ながらのパチンコ屋の雰囲気を楽しんでいただきたくてね。だけどもう8万円だよ。8万円、何か不正とかしてんじゃないの？お客さんのおっしゃられている不正とは、いわゆる遠隔操作かと存じます。遠隔？ええ、お店側がお客さんを見て出玉を操作する行為です。ホルコンと呼ばれるリモコンを使用したものや、台の基板を変えてしまうもの、顔認証システムを使って出玉を制御するものもあると言われています。へえ。一昔前は実際に遠隔操作で摘発される店舗もあったようですが、しかし摘発されれば一発で営業停止ですから、このご時世誰もそんなリスクは負いたくないですよ。第一、現在パチンコ業界は健全化が進められていますしね。 99% のパチンコ店は遠隔操作はしていないと断言できますよ。はあ。じゃ、また何かわからないことがあったらまた聞いてください。うん、まあその 1% がうちなんですけどね。なかなか出ないね。出ねえよバーバー。社交心を煽るだけ煽って当たりを出さねえ。それがうちのやり方だ。全て吐き出せ。タンスの奥にしまった年金をよ。ジジババや依存症一歩手前のサラリーマン、養分どもから金を巻き上げるのが俺の使命なのさ。どうだ？はい、いい感じですね。
そう、俺が店長を務めるパーラーモンスーンは大手チェーン店ではなく個人経営のパチンコホール。小規模な店が生き残るには客寄せのために手段は選んじゃいられなかった。だから俺はこの時代にあえて不正を行うことにしたのさ。俺の店じゃ客の打つ台を永久に外れにすることができるし、逆に当てることもできる。島全体ごと出玉率を操作できるようになってんだ。そして複数名で構成された桜のスタッフたちが景気のいい店舗を演出してくれる。また当たっちまった今日はついてるね。それを見ればこの店は出す店だと勝手に思い込んだ客が次々とやってくるからね。よし、43番台激アツ演出行け。はい。来た、千載一遇のビッグチャンス。もう10万円も投入してんだ。くぅ、当たれ当たれ、頼む。ガー、時には客に夢を見させることも大切だ。おかしいよ、いくら運が向いてないからってこんな10万円だぞ。このままじゃ嫁に怒られちゃうよ。ああ、お客様、銀行 ATM なら店を出て左に曲がると交差点がありまして。くそ。そして金がなくなった客には資金調達の案内。これが黄金パターンだ。まあギャンブルってのはある程度負けることも想定しなきゃいけないものだけど、これは少しあんまりだね。一応セキュリティはきっちりしてんだな。だけど残念、コードクローンからセキュリティホールを発見。ラテラルムーブメントに行こう。そして数分後。くそー、なんで俺だけ、なんで俺だけ。惨めなもんだぜ。自分で言うのもなんだが、ああはなりたかねえな。この世界には2種類の人間しかいない。搾取するものとされるもの。所詮この世はイストリゲームってわけで。俺はこれからどうしたら。さて、え、本当に激アツなのはここからだよ。そう、ここから俺たちの反撃が開始する。おばあは94番台、あんたは13番台だ。俺は42番に座る。しかし本当に。任せときなって。見たところ、この店の桜と思わしき客の配置はこのような感じ。出ている島とそうじゃない島は一目瞭然だ。それなら。おお、いきなり当たったぞ。よしよし、あの兄ちゃんの言う通りだ、本当に当たったぞ。俺はとりあえず桜のいない一島全ての台が一斉に大当たりになるように店の信号を送った。月が向いてきたぜ。あの台は当たるはずがないんですが。店長、なんだこの挙動は。おかしい、機材トラブルか。これじゃあ俺が1円単位で組んでいる今期の収支が崩れちまう。おい、今すぐに当たりを止めろ、やれ。止まりません。はあ、なんだこりゃ。もちろん店側からのコマンドは受け付けないように妨害済みだ。じゃあ次はこっちの島だ。なんだ俺のホールに何が起こっている。パチンコって案外楽しいんだな。おい店長、俺たちの台が全然出なくなっちまったぞ。どうなってる。わからん、今原因を究明中だ。少し待て。あれ、どうしたのかな。さっきはあんなに調子良かったのにさ。それに店長さんとすごく仲が良さそうだけど。今だけだ、すぐに俺もまた。ねえねえ、知ってる？パチンコの収支って期待値に依存するんだよね。こいつ。ああ、すごいね。こんなのじいさんが生きていた時もなかったよ。ひょー、スーパーラッキー。店長、箱が足りません。もうドル箱が。くそー、もうやめて。突然俺のホールがコントロール不能に陥り、俺は絶望していた。まずいぞ、こいつらを早く追い出さねえと。このまま弾が無限に出続けて、万が一全員に監禁までされちまえばジエンド。この店の経営は大打撃を受けることになるだろう。だがその時。おい、何やってる。てめえか、てめえが何かしたんだな。今すぐ手を止めろ。
俺はさっきのガキが席に座ってノート PC を叩いてる現場を目撃したんだ。はあ？なんで？別にいいじゃんか PC くらい。いやダメだ、お前が怪しい。お前が俺の店に来た途端にこんな。なんだかわからないけどさ、後ろの人たちがあんたと話したがってるようだけど。すると俺の背後に2名の警官が立っていたんだ。ちょっと待て、俺は何も。残念だけど証拠は提出済みだよ。何？どうやって？見れば小僧の PC 画面には送信完了のメッセージ。遠隔操作のログがそのままにしてるなんて脇が甘いよね。まさかお前。そう、やはりこいつは店のシステムをハッキングしたのだ。そしてパチンコ台の設定を激うるにしただけでは飽き足らず、店の不正を警察にリークまでしてやがった。お前ハッキングなんて卑怯だぞ。そんなの犯罪だ。お前も警察に捕まるんだ。だから今日の出玉もなかったことに。そして青髪の小僧は俺だけに聞こえるように言った。この俺がそんな証拠を残すわけないじゃん。そう、こいつは天才ハッカーだったんだ。すでにハッキングした痕跡も完全に削除しているようだって。じゃあね店長さん。そして俺は警察に連行されたのだって。ありがとうなあんた。ハマりすぎは良くないね。ま、どうでもいいけど。たった今。フレッド、どこにいたのよ。っていうか何よその紙袋。景品だよ景品。パチンコってギャンブルがあってさ、すっごく楽しいんだぜ。ギャンブル？やめなさいよそんなの。そして後日、あの桜のおじさんたちも警察に検挙されることになり、パーラーモンスーンは閉店が決まったようだ。今日はたくさん当たりますかね。楽しいことがいっぱいある世の中だけど、何事もやりすぎは要注意だね。